私は今新潟県の柏崎の方で避難して生活しています。で6月から月2回の練習をしてましてね、そのためにこっち、二本松の方へ来て、練習したんですよね。だからこのいろんなところに散らばってる方々のこう我が取りたっていうか、一生懸命ね練習ができてよかったなと思っております。前回の保存会長をさせていただいておりましたものです。なかなか全員集まるってことが難しくて、でもいろいろ県の掛田先生はじめ多くの方々の支援をいただきまして、こうして無事やることができて大変良かったと思っております。どうもありがとうございました。ありがとうございました。私今回の保存会長の阿部と申します。で私も群馬県から移動で、月2回ずつ来たんですけども、なんとかこの郷土の芸能を守りたいという一心からみんなで頑張ってきましたので、地元の芸能を伝承できるという喜びが一番嬉しいと思っております。ありがとうございました。私は室原の行政区長をやっております栃木元と申します。群馬、新潟、それと神奈川、栃木各方面から集まっていただきまして、7月からですね一度も全員揃って集まったことはないんですね。それだけ集まることが困難だということで思っております。ただし、この集まることが絆でありまして、今後ですねどういうふうな形でまた継続していくかということが非常にこれから問題になっていくんじゃないかなと思いますが、地域芸能の保存継承に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。